そして本間千代子さんの昭和のご活躍をお伺いしたいと思うんですが、まあ、これもね、まあ、今にしてっていうかネットなんかで、よく書かれてるんだけど、はい、なんか吉永小百合よりもブロマイドの売れ行きが良かったんですって。ああ、そうみたいですよね。大人気の、なんかね、キラキラした瞳はね、僕も印象にあの瞳はどこに行ってしまったのかいやいや、今でも歌もかなり、歌も毎月1枚か2枚ずつ出してましたよね。まあ、言ってみればそのアイドルの走りじゃないですか、はい、どうだったんですか、生活は。楽しかったですよ。楽しかったです。今の例えばレコード歌手だとかは、はい、もう寝る時間もなくてね、うん、普通の人に戻りたいみたいな。だって好きで好きでやってるんだから。そうなんですか。すごく楽しかったし、高校2年の終わりぐらいから始めたんですけど、全くのクラブ活動の一つみたいな、自分としてはね、気持ちとしては、それでその頃東映の撮影所が京都の太秦と東京の大泉学園と2カ所、現代劇と時代劇と、でそれ両方出てましたんで、まだ新幹線もない時代ですよ。夜は夜行で京都に行って、朝起きて駅に降り立って、そこからタクシーで京都太秦に入って、かつらかぶって時代劇やったと思うと、合間時間には宿題やって、終わったらまた夜行で東京帰ってきて、そのまま学校行ってみたいな、そういう生活でしたけどね。私のなんかレベルが違う感じがします、ものすごい楽しかったです。家で寝てるより新幹線じゃない、その列車で寝てる、夜行列車で寝てる方が多かったみたいに。そういう例えば、まあ移動なんかは、はい、どうなんですか、その周りにお付きの人みたいな。いないです、いないです。え、いないです。一人で行くんですか。はい、そうなんですか。だから今の人はなんかいっぱい周りに人がいますでしょ、うん、そうですよね。そんなのないですよ、昔は一人で。そうですか。高校生の時に、はい、でそのデビューはもっとずっと早いんですよね。高校2年です。そうなんですか。で17歳で東映に入って、それで新人契約っていうのは5年間あったんで、まあしょうが、まあしょうがない5年間だけ。ちょうど周りにはどんな方がいらしたんですか。ですね、東映は若い人がいなくって、片岡千恵蔵さん、市川歌右衛門さんが両音帯といいまして、はいはいはい、その次に中村金之助さんと大川橋蔵さんがいまして、それでぐっと若くなって松方弘樹さんと北大路欣也さん。すごいね。もうこれ全部男の方との方で、はい、若い人はもう全くいなかったんですよ。ああ、そうなんですか。はい、それで佐久間よしこさん、三田よしこさん、はいはい、7つ私より年上でしたから、はい、そこへ私が17、8で入っていって、はい、で明星とか平凡とか月刊明星、月刊平凡で、なんとなくアイドルという言葉ができてきて、でその先ほど言ってくださったそのプロマイダーが売れるようになっても、ね、なかなか映画の方では、相手役になる若い人がいないので、それで船木和夫さんを、はいはい、お招きして、君たちがいて僕がいたって映画を作り、はい、最後は照彦さんをお呼びして17歳のこの胸にという映画を作り、梶光夫さんをお呼びして、それから石坂浩二さんをお呼びして、はいはいはい、そういうように外部の方をお呼びして一本一本作っていくっていう。それ東映で作ったんですか。そうです。東映っていうとなんか、はい、チャンバラ映画のイメージがね。そうなんです、そうなんです。ですからその青春映画と、昔は2本立てでしたから、大川橋蔵さんの映画と私の青春ものとが2本立てということで、月に1本ずつぐらい公開するっていう感じでして、毎週その出し物変わってましたよね、2本立てで。その時はもう映画が完全に主流ですね。でも歌が好きでね、その頃もうコロンビアに入りまして、それでその若草の丘っていう歌でデビューしたんですけれども、その後愛し合うには早すぎてとか、はいはい、そういうレコードを月に 1,2 枚ずつ出して、それで東映の方がなかなか時間をくださらないので、なんとかお願いして1時間いただいて、新橋にありましたコロンビアレコードに行って、はいはい、それでオーケストラと私とが1時間で1枚1曲取り上げるっていうことで、1時間の間にバンドさんと歌と全部一緒にやって、同時録音で、決して歌詞を間違えたなんて許されない。もう最後まで1番2番3番歌うのが1回か2回取れればいいくらいで、それでジャケットの撮影もその1時間の間にやっちゃう、追っかけみたいなのはなかったんですか。割と平和な時代でしたよね。追っかけもありましたけど、みんな仲良くっていう感じで、そうなんですか。本間さんの人柄
いやいや、いやね、高嶺の花なんだよね。あ、みんなこう。ていうかね、もう全然違うレベルの。そうちゃいけない、ね、うん。だって他にいないんだもん。ちょうどですから、なんだろう、そのまあ全くそのテレビが出始めてきて、うん、テレビがものすごく日本を変えたですよね。そうですね、そうですね。いい意味でも悪い意味でもそうですね。映画っていうのはもう全然違うからね。だからあんまり なんつうんだろうな、あのみんなが野別幕なし見てるわけじゃないから、お金払ってたまにその、うん、まあ、晴れの日に家族で行くっていう場所じゃないですか。日本立て三本立てってのもありましたからね。だからあの昭和生まれの人間って何が一番良かったのか、感動を全て知ってるんですよね。いや、つまり今生まれてくる子供たちは何でもあるんですね。で、僕たちの時代は一つ一つ生まれてくるわけですよ。電話、テレビ、全てが感動なので、僕たちの体の中に感動することがいっぱいあるんですよ。この違いが今の時代と全然違う。だから感動できるってことは感謝が生まれるんですよ。ああ、そう、幸せだな、ね、僕は加山雄三ではないですけど、その今の子たちって幸せだなという言葉がテレビあったあたりはイコール幸せっていうのがないんですよ。そうか、平和で当たり前、当たり前、テレビがあって当たり前、携帯電話も当たり前、で感謝がなくなっちゃうじゃないですか。あとね、そのないことによる想像力っていうのがあって、その少年探偵団の前は僕らはその赤戸鈴之助ラジオなのよ。でラジオなんだけど、なんとなくね、映像が頭にあるのね。イメージを皆さんそれぞれの赤戸鈴之助がいて、名前鈴之助さん、人によってはね、友達の顔だったり、お父さんの顔だったりするんでしょうね。多分覚えてるやだから、赤戸鈴之助敬遠をまとってはね、一本一の、ね、怪人二面相は、あれは 僕、あの、ね、僕らはですか。僕らは少年探偵団っていう、ね、ラジオで、僕らテレビはとどろくとどろく、あの人はすごいですよ。あの小林少年と浜中子さんが一緒に言ってこれものすごいお宝な声ですよ。これジャスラック大丈夫大丈夫です。8小節まではいや、もうずっと話をお伺いしておきたいですが、ちょっとここで一息入れましょうか、はい。